ウクライナ軍の当局者が語るところによると、2022年8月31日の夜にウクライナ北東部にある第二の都市ハルキウで、ロシア軍がロシア国内において地対空ミサイルシステム S-300 を6発ほど発射したらしいんだ。だが、そのうちの1発が予定されていた軌道から大きくそれて、ウクライナとの国境に近いロシアの町、ベルゴロドの住宅街に着弾したというぜ。この時の様子はベルゴロドの住民が多数、撮影をしていて、SNS などに多くの動画や画像が上げられて話題になっているね。そうだね。さて今回は、ロシア軍が発射したミサイルが、自国の住宅地に着弾したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ミサイルが着弾したとされる場所がどこであるかはまだ正確なことが分かっていないんだけど、メッセージアプリテレグラムの複数のチャンネルへの投稿の内容によれば、ロシア国内のベルゴロド南西部にあるコムソモルスキー村ではないかと見られているよ。ベルゴロド州のビャチェスラフ・グラトゴフ知事は自らのテレグラムのチャンネルで、市内では複数の爆発音が報告されているとして、その爆発音は同州に配備されている防空システムが作動したものであると説明した上で、投稿を実行する時までに入った情報によれば、被害や犠牲者は出ていないと述べているみたい。合法的に入手できる資料を調べて突き合わせる手法として1980年代から情報活動で用いられるようになり、公開されている情報を情報源とするオープンソースインテリジェンスのアカウントの一つである OSIN テチニカルが、発射に失敗したミサイルを捉えたとされる動画の一部を公開していて、ミサイルの誘導システムに何か深刻なトラブルが生じたようだと示唆したぜ。19秒間にわたって撮影された動画は、夜の暗闇の中で問題のミサイルが発射された直後に、その進行方向を変えて軌道を逸れていく姿がはっきり映されていて、他のミサイルが上空に飛翔していくのと異なり、ほぼ真横に飛翔して最終的に地上に落下して爆発を起こすまでの様子を捉えているな。この動画を見た日本のインターネット民からはオープンソースインテリジェンスアカウントでは、誘導システムに深刻なトラブルが発生したと書かれているが、この動画を見ると誘導システムのトラブルではなく、推進装置の不具合ではないだろうか?との疑問が挙げられているみたい。動画を細かく分析すると、ミサイルは2回方向を変えており、その方向転換の際の瞬間に、発光が一瞬強くなってから方向が急変しているとして、本来であれば常に一定の火力で燃焼を続けなければならない推進装置が、何らかの不具合で小さな爆発が発生し、ミサイルの挙動をおかしくさせて姿勢の安定が保てなくなった可能性があるとした上で、もしそれが正しいとするならば、西側からの制裁を受け続けているロシアにおいては、ミサイルの推進装置やそれに使用する燃料などをまともに製造することができなくなっているのではないかとの指摘も飛び出しているよ。ロシアではミサイルなどの精密誘導兵器に必要不可欠な半導体を、これまで西側諸国から輸入していたのであるが、そういった高品質の半導体などの輸入が規制されていて、2月24日のウクライナ侵攻以降は精密誘導ミサイルなどを製造する際に、品質の良くない自国製の半導体を使わざるを得なくなっているからな。そのために粗悪なミサイルが出回っているのではないかと推測されているだけでなく、防空ミサイルシステムなどを取り扱う兵員もまた、ウクライナ軍の攻撃によって兵員が不足していて、満足に訓練を受けたことのない補充兵が、ミサイルへの AI への初言入力や発射手順を誤ったために発生した事故なのではないかとの見方が広がっているぜ。ロシア軍の防空システムのミサイルが誤作動したとされている事故は今回が初めてではなく、6月に発射されたミサイルが発射地点に引き返していく様子を捉えた動画が SNS に投稿されて話題となったんだ。ウクライナのルハンシク州にあって新ロシア派武装勢力の占領下にある、アルチェフスクから発射されたロシア軍の地対空ミサイルが、発射後に円を描くように軌道を変えて U ターンして引き返し、なんと発射地点の近くに着弾したんだよね。地元のテレグラムのチャンネルであるキブオペレーティブが最初に公開したこの動画には、ミサイルが上空に向けて発射された直後にその向きを変えて逆戻りし、着弾して大規模な爆発が起きる様子が映っていて、着弾して爆発した後には、サイレンやアラームの音などが録音されているんだけど、この爆発によって破壊されたり、あるいは損傷したりした設備などがあるのかどうかは不明となっているよ。また同じ6月に、やはりロシア軍がミサイル発射を試みたものの、ウクライナの報道機関である 24TV の報道によれば、1発目が発射後すぐに空中で爆発してバラバラ分解されて落下し、住宅街からほど近いところで火災を引き起こしたことがあったというぜ。このロシア軍のミサイルについては誘導失敗の他に、不発弾が多いことも指摘されていて、ロイター通信が、ウクライナでの情報活動を担当しているアメリカの複数の当局者からの情報として、
アメリカ政府の分析では、ロシア軍がウクライナに向けて発射した数千発の精密誘導ミサイルが正常に作動したのは4割に満たないとして、6割にも及ぶミサイルが攻撃を失敗しており、このことがロシア軍の停滞にも大きく影響している可能性があると指摘しているね。さらに、ロシア軍でのミサイル誘導の不正確さも指摘されていて、ロシア軍は民間施設をミサイルで攻撃したことはないとしているにもかかわらず、ウクライナ国内においては多数の住宅や学校、病院などを破壊し、膨大な数の死傷者を出しているんだ。ミサイル発射における失敗には戦術の動画に見られるように、発射直後のものや、飛翔中のもの、あるいは爆発せずに地面に突き刺さっている様子の画像など様々なパターンがあるな。アメリカの当局者がロイターに語ったアメリカ政府評価によると、ロシアの誘導ミサイルが失敗する率は日によって変わるだけでなく、発射されるミサイルの種類にも左右されていて、1日単位の失敗率が 50% を超えることが往々にしてあるというが、誘導型のミサイルにおける失敗率は通常 20% を上回るとかなり高いとみなされ、実戦での運用において支障が出るとされているんだ。単純に2発中1発が失敗しているってことだよね。そんなの怖すぎて撃てないよ。ロシア軍の誘導型ミサイルの種類別の失敗率においては、空中発射型の空対地ミサイルクフ 47M2 キンジャールが日によって、20から 60% もの失敗率になっているとするアメリカ情報機関の見方を、当局関係者が示したよ。アメリカ戦略国際問題研究所 CSIS によると、ロシアはウクライナ攻撃で2種類の空中発射巡航ミサイルを使用していて、クフ 47M2 キンジャールの他に 3M54 カリブルがあるんだ。クフ 47M2 キンジャールは、地上発射型の短距離弾道ミサイルイスカンデルの空中発射型であり、飛翔速度は極超音速とされるマッハ10で射程距離は 3000km とされているが、実際にはその7から8割程度であろうと見られているね。3M54 カリブルはもともと射程 300km とされる対艦ミサイルだが対地攻撃用も開発されていて、発射プラットフォームが多岐にわたり、空中発射型の他には陸上発射型、水上艦発射型、そして潜水艦発射型があり、数ヶ月前までは国会においてロシア海軍の海キロ級通常動力型潜水艦から発射された、カリブルによって民間施設への攻撃が問題になっていたよ。今回のウクライナへの侵略戦争で精度の低いことを世界にさらけ出してしまったロシア軍であるが、その精密とは言えない低性能な誘導ミサイルでさえも在庫が枯渇しつつあると、アメリカ、イギリスの防衛当局が指摘しているぜ。侵略戦争の長期化に加えてロシアに対する西側諸国の制裁によって、それまで輸入に依存してきた半導体などの電子部品などが不足し、ロシア国内では再生産が困難なことが要因だというよ。しかし、そのためにロシアは備蓄していた旧式兵器を使用し始め、軍事施設も民間施設も区別しない無差別攻撃を展開しているため、ウクライナ民間人の犠牲者がこの先増大することが懸念されているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。